新生キングプリンス、5人時代の名曲を2人で初披露。ファンの歓喜に涙する瞬間。2人のキンプリに3番人会いに来た。長瀬角、5人の歴史を背負いながら2人の歴史を紡いでいく、初のファンミーティング開催。人気ユニット、キングプリンスが2日、東京割ア焼ア,アリーナで初のファンミーティングを開催しました。 今年の5月から二人体制となった彼らは、5人時代に人気を博した楽曲、Love You を初めて二人で披露するなど、昼夜に公演で計算万人との交流を楽しみました。また、8月16日にはアルバム、Peace を発売し、同27日,日からは全国アリーナツアーを開催することも発表し、ファンを喜ばせました。 今年の5月23日に5周年を迎えた彼らが2人体制でファンの前に立つのは初めてのことでした。イベント終了後、長瀬恋、24歳、と高橋海人、24歳、は嬉しそうな表情で5周年のスタートダッシュになり、本当に楽しかったです。と口を揃えました。彼らは平野市要、26歳、岸優太、27歳、 神宮寺雄太、25歳、というメンバーが脱退した後、新体制になりました。まだ5人時代のイメージが強いため、長瀬は、新体制になか,なかなかなれない人もいるだろうと思います、と語りました。高橋も前夜に、会話がうまくいかない夢を見た、と苦笑いしました。しかし、彼らを支えたのは、ファンの存在でした。 新曲、何者の,の他にも、昼公演では、ラビユー二千二十二2022年を、夜公演では、コ今夜ズユレれ、2019年を二人で初めて披露しました。観客は大歓声を上げて喜び、彼らが会場内を走り回る借り物競争には涙する人もいました。イベント後、高橋は取材に応じて、4年ぶりにファンの声援を浴びることができて、 これがアイドルとして一番幸せな瞬間です。と、しみじみと語りました。また、長瀬も、何者、が発売初週に54.3万枚を売り上げたことに対して、塩さん、ジンさん、岸さんのファンも応援してくれていると感じました。本当に感謝しています。と述べました。 イベントの終盤には、アルバム、ピースの発売と全国ツアーの開催も発表されました。デビュー当初は海外進出も視野に入れていましたが、高橋は国内外で区別せず、目の前の一人を幸せにして広げていきたい、と語りました。長瀬ももう一度原点に戻ります。事務所の先輩方も心配してくれて、ジャニーズの絆を感じました。 支えてくれる皆さんに恩返しをしながら、5人の歴史を背負いながら、2人の歴史を築いていきます。と意欲を見せました。新たな旅が始まった、新生キングプリンスオトティアラ・ファンの旅です。渡辺昇進。星互いに大事なピース。アルバム、ピースには、初回またはファンクラブ限定版23曲、通常版には14曲が収録されます。 高橋はタイトルについて、二人がお互いにとって大切なパズルのピースを意味しています。幸せ、平和楽しいといった意味も込めて、いますと明かしました。新体制に入る前の4、5月にアルバムの打ち合わせを行った際、長瀬は頭がごちゃごちゃになりました。いつかは5人のイメージを二人のイメージで上書きしていかなければならない。 という覚悟で全国ツアーに臨むことを語りました。